暑いねでしょもうたまにもみんないろんなボカロはみんな体験するべきだと思うんですよ。全員来てほしいな。全員来てほしいな。卒業生の方ってどこにいます？卒業生。大野さん。星さん。河野さん。タクトさん。あ、祖先。祖先です。メイさんとメラマさんいます。あ、メラマさんいた。そう、どこだ。あ、こんにちは。ですね、ちょっと卒業生の皆さん、ちょっと手挙げてもらっていいですか。卒業しないんですか、上原さん。1,2,3,4,5,6 じゃあ、2番目のフラフープのところに並んでください。一列にちょっと横に並んでもらっていいですか。そして1年生の皆さん、どこにいますか。その卒業生の後ろにスタンバってください。みんないる。3年生はどこにいる。あ、いたいた。これ下通した方がいいんじゃない。ですね、何が始まるかとても不思議だと思うんですけれども、演奏で本当はね、演奏でやりたかったんですけど、ちょっと諸事情がありましてできないので、ある音源に合わせて歌いたいと思います。何かな、何の曲だろうな。どうだろう、1、2年生はちょっと急に昨日喋ったけど大丈夫そうかな。いきなり回っていくぞ。なるほど、ちょっとマイクが結構ギリギリなので、ちょっと もう一つ前に来れる。で、なんか急に回っていくことがあるかもしれないんですけど、まあそれに順応してください。やっぱりね、卒業といえばね、あの曲が多分有名、このタコ版では有名なんじゃないかなと思うんで。さ、音源流しちゃいますよ。皆さん準備はいいですか。 OK です。 OK ですか。最初にマイク、あ、そうだ、今あれ、タコパンのグループにあれ送りますね。どうやればいいんだ。携帯忘れたんですか。今から取りに行きますよ。すごい。まだ既読2だ。3、おお、いっぱい来た。この曲知ってる人います。はい、知らないですか。あ、知らないですか。あら、残念ですね。とてもいい曲なんですよ、実は。はい、皆さん準備はよろしいですか。はい、じゃあ流しちゃいますよ。すいません、お願いします。
さん、今手元にあるものが渡ったと思います。ぜひあのちょっと今3年生が抜けるので前の方に一歩進んでいただけますか。 1,2 年生のみんなもありがとうね。すごい良かったです。ありがとう。その本の趣旨をお話ししようかなと思います。まず1ページ目バッて開いてみてください。一番最初のページ何にも書いてないですよね。そのしばらくペラペラめくっていくと何もないと思います。私たち皆さんと出会ったのは3年前なので、その前の思い出って正直わからないんですよ。皆さんがどういうことを、してきたのかとか、どんな子供時代を過ごしてきたのかっていうのはわからないので、それは皆さんのその写真の中に入ってるもの、写真をちょっと現像して貼って埋めてもらえればなと思います。で、写真と私たちからのコメント、3年生からだけなんですけど、コメントは、随時読んでください。で、その次をめくっていただくと、多分今日の日付書かれてないですか。書いてなかったらちょっとごめんなさい。写真が全部終わった次のページ、今日の日付書いてませんかね。書いてます。書いてなかったら後で書き足します。書いてますか。書いてますか。書いてなかったら、あ、書いてないですか。 ありました。そう、それは今日の思い出をそのカメラロールに残しておくんじゃなくて、ぜひ現像して貼っ付けてください。そんで、その次にめくっていただくとメッセージって書いてると思います。そう、寄せ書きをのイメージです。写真のアルバム の卒アルみたいな、そう、中高のね、色紙って寄せ書きって同級生からもらえないんですよね。だからそれもそういう垣根を越えて、自分たちでこうバーってお互い書き合えるように、あとは後輩のみんなにも書いてもらうように、何も書いてないです、フリーランにしてます。で、そこを、4ページくらい埋めれるんだったら埋めていただいて、で、その後はですね、この先どんな人生を歩むかはちょっと正直わからないので、その都度たまにこう思い出として、写真を現像してみて、こうコメントつけるなりなんなりしてみていただけないでしょうか。その時々にしおりも挟んで、見張り返していただければなと思います。趣旨は伝わりましたでしょうか。よかった。これすごいね。なんかもうめちゃめちゃ昨日私3時2時くらいまでなんか、練習しながら書きながらをして、なんか喜んでもらえるかなって試行錯誤、そう、別室で練習しないでずっと書いてもう無理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 っていう趣旨で、カラオケに変えたんですけど、それは許してください。 それでこう引き換えというで、最後なんですけれども、私たちの今3年バンドっていう名前にしてるんですけど、本当は名前がありまして、どっちでしたっけ、短い方。私たちが入った時にやっぱりレーベンズの皆さんがすごいなっていう、すごいなっていう、すごいなっていうのが、そう、卒業してるはずですよね。ちょっと、あれあれごめんなさいごめんなさい。なんでちょっとリスペクトを込めて担々麺図にしたんですけど、そしたら誰かさんに、いや、それダサくねって言われたんですよね。そうですよ。そう、だから、じゃあもうちょっと かわいくしようかってタンタンになりましたね。かわいい。タンタンだって麺にしたらダサいって言われたんだもん。で、そういう、リスペクトを込めて最後は、皆さんも知っているリライトという曲を、そう、ちょっとね、1年生が上手すぎてね、もうちょっとね、プレッシャーなんだよね、実は。で、私は歌詞を覚えきれてないので見させていただきます。ぜひ歌える人は一緒に多分歌っていただければなと思います。いいですか、いいですか、みんな。ギターのお二人大丈夫ですか。そう、ゆうながね、はい、じゃあ行きます。どうもありがとうございました。タンタンでした。
生きようということでね。頑張れ頑張れ、大丈夫だ。